おはようございます。おはようございます。幹事社の日刊工業新聞です。はい、これから、定例会見始めます。はい、終了予定は11時を予定しますのでご協力お願いします。はい、まず知事の方から発表があるようですのでお願いします。はい、今日は2点、発表がございます。1点目は県と広島国際大学との連携協定の締結についてであります。この度、学校法人常翔学園、広島国際大学と医療、介護、福祉、保健分野における連携協定を締結をすることになりました。この協定によって、広島国際大学が持っていらっしゃいます医療、福祉等におけます学術的な知見と、本県の医療分野や介護、保健、福祉の行政分野を連携協力をするということが可能になりまして、県立病院の経営の効率化や本県の医療介護経営人材の育成、また地域医療福祉の充実、医療福祉関連産業の振興などが期待できるというふうに考えております。で、連携協力する分野はそこにある5つの分野ですけども、県立病院の経営の効率化、患者サービスの向上、医療介護経営人材の育成、医療介護福祉保健分野に関わる研究の場の提供、県内における医療福祉関連産業の振興であります。で、この協定の締結式を2月1日金曜日にですね、広島国際大学秋山学長と私で開催をしますので、ぜひ当日も取材をお願いできればと思っております。で、2点目、瀬戸内ブランド情報発信のスタートについてであります。瀬戸内海の道構想、今7県で、取り組みを始めているところでありますけれども、この度、この瀬戸内エリアの魅力を全国に発信をするための公式サイトを1月31日からオープンをすることに運びになりました。これは7県が共同でですね、行っていくんですが、瀬戸内ブランド推進協議会、これは7県が参画をした協議会ですけれども、この協議会として取り組みを、実施するというものであります。で、今後瀬戸内のさまざまな情報を掲載をしていくということになりますので、たくさんの皆さんにご覧いただければと思っております。で、さらにですね、今般のこの公式サイトの中で今回のオープンに合わせまして、瀬戸内エリア特有のですね、自然であるとか、食、また歴史といったような資産をもとに、開発された商品やサービスなどを広く募集をしたいと思っております。で、応募いただいたものにつきましては、協議会が一定の基準に基づいた審査をした上で、瀬戸内ブランドマークの使用を、認めるということにしたいと思っておりまして、ぜひですね、いろんな方に、瀬戸内の認知度やイメージを高めるような商品であるとかサービスなどを開発していただいて、このブランドバンクの応募をいただければというふうに考えております。私からの発表は以上2点であります。発表項目について質問ある者は手を挙げて社名を名乗ってからお願いします。ありますか。ないようなんで、今日は幹事社質問ありません。はい、その他に質問がある者はお願いします。はい、この度、県とか市民が残していた、黒い雨の、はい、指定外の地域の健康診断とか、はい、そういった、相談事業をやるという見通しとなったというふうに、はい、なることなんですが、はい、それについて知事はどういうお考えなんでしょうか。はい、これまだ我々もですね、報道でしか聞いてないというかですね、厚労省からは、
具体的に連絡をいただいてないんですけれども、これまで、もちろん県として、対象区域の拡大について要望もしてきたということもあり、もしそういうことであればですね、一歩前進かなというふうに思ってます。で、これ今後厚労省から連絡があり次第ですね、関係する市、町や、あるいはハイケアとか医療機関とも相談しながらですね、円滑な実施ができるように、オール広島の体制で、を作っていくというふうに努めていきたいと思っております。他に時事通信の吉田です。政府の地方財政対策の大枠まとまったんですけども、でそれだと地方公務員の給与削減を前提とした、交付税の総額、全体として交付税の総額が減ることになったんですけども、広島県としてはその県職員の給与をどうするのかということをお伺いしたいんですか。そうですね、今般地方財政対策で、交付税こういう形で決着をしましたけれども、現段階で具体的にどうなるかってまだよくわからないところなんですが、かなり大きな影響があるだろうというふうには認識をしております。そういう中でですね、広島におきましても、給与の削減をするということはですね、考えざるを得ないのではないかというふうに思っております。でもちろん、これは組合にも理解を求めなければいけないことですし、また議会にもですね、議案を提出しなければいけないので、議会との調整も必要なことですけれども、そういったことをですね、今後進めながらですね、そういう方向はですね、考えていくのかなというふうに思っています。その給与削減の時期についてなんですけども、7月ぐらいからでいいんじゃないかっていう話もあるんですけども、当初予算、当初からそういうことをするのか、時期はどういうふうに考えてますか。そこはですね、これから当初予算に見合わせるというのはなかなか難しいのかなというふうには思ってます。そうすると、6月議会とか、そうなるのかなと。これまだそこまで詰めた話はしてませんから、今後の検討ですけど。ということは、当初予算ではその給与は、その給与総額は折り込ん、その減らさない分で編成していくということ。そうですね、そういう方向になると思います。そもそも今般総裁を得ないわけですけれども、これはもともとは国からですね、地方として自主的にこういう目的のためにこういう金額、貢献してほしいという依頼があって、でそれに地方が自主的に応じるという形であればですね、僕はその考慮の余地があったというふうに思っていることなんですよ。で、今般ある意味で言うと強制的にやられるということで、それに対しては非常に問題であると、もう地方自治の本旨に全く反するものであると、非常に不適切であるというふうに思ってますし、今後こういうことが起こらないようにですね、引き続き強く求めていくということは必要だと思ってますけども、現実として、
まあ、こういうふうにですね、絞られたら、もう我々はじゃあ事業を減らすんですかということを迫られるわけで、それは、まあ、ありえないということになると思うんですよね。だからまあそれは減らざるを得なくなってしまうんですけども、まあ、元々の経緯で言えば、地方分権とかいう話を超えたね、これ山田知事も言ってますけど、これ地方奴隷制ですよね、これね。こんなことは許されるべきじゃないというふうに思ってます。ただ、その自主的にお願いしますということであればね、それは地方も協力はしてもいいことだと。まあ、ただこれ総務大臣も会より始めようというふうにおっしゃったりしてるんですが、いや会より始めるってあれば国はもっと、給与総額削減すべきであろうと、地方は 20% 削減しているわけですから、現にですよ、現に、20% 以上削減しているわけですから、国はたかだか 5% か 6% とかいう話ですから、国が地方に追いつくべきであると、会より始めようというんであるんですよ。我々はそれを超えた貢献を国のためにやる用意はあるというふうに思っています。他には